続いて第8試合、ドタマバーサス新兵隊の記者会見を始めさせていただきます。お二方ご登壇お願いいたします。それでは、お二方にご質問させていただきます。今回の試合に対する意気込みを聞かせていただきたいなと思います。ドタマさんからお願いします。 すいません音は拾ってなかったんですよ、すいません。はい、今回、FSL という、ね、貴重な機会にお声がけいただいて、その一番最初の相手が心平さんということでね、まあ、付き合いも長いんですけども、結構一緒にいろんな現場をくぐってきた中ではありますが、こ,うこんな貴重な機会に、そんな仲間というかね、まあ、先輩でもありますしね、戦えるということはね、本当に嬉しいですね。ととということでちょっと いい試合ができるように全力で臨ませていただきます。ありがとうございます。続いて新平田さんお願いします。はい、えー。まあドタマくんとは随分付き合いも長いし、ね、彼のフリースタイルとても僕が好きなんで、でももう10年ぐらい戦ってないのかな。とても久しぶりのドタマくんとのバトルなんで、目線いっぱいやりたいなと思ってます。ありがとうございます。 えー、ドタマさんへの質問なんですけども新、はいえー、ペタさんとのバトル1十年ぶり10年ぐらいやってないとおっしゃってましたけどドタマさんそのバトルの時のドタマさんって結構相手のことを非常にあのディスっていくと思うんですけども <laughs> あのそのディスってるところの内面というのはあの本心なのか相手のことを本気でそう思ってるから言っているのか、えー、それともあのバトルだから言ってるのかっていうのはどちらなんでしょう 半半分分本気半分エンタメですよね MC バトルってさっき燃えるゴミックも言ってましたけどこう売名だったりとかその盛り上げるために言うそもそも因語踏む言葉でさえ整合性がない時ってラッパーあるじゃないですか。なんでしょうその感覚 ぶっ飛ばしてやるアンデス山脈まで人を飛ばせる腕力ってそんな人間ないじゃないですかでもそこにすごいアンデス山脈っていうワードを出すだけでものすごいスケールがアップするじゃないですかだから踏むじゃないですか踏むためにそういうワード出すじゃないですかみたいな感じで MC バトルでのそういうインフム一つにしてもエンタメを込めてやってるので我々はだからそのそもそもやっぱり MC バトルはディスから始まるとも思うのでまあ いい意味で熱い拳を化わして友情を交えるみたいな MC バトルもあると思うんですけどやっぱり戦ってなんぼだと思うのでただ僕も人間なのでねそのよく最古最高みたいなこと言われますけどすべてが本気なわけがないのでちょっとそれはちゃんとあのでもちゃんとリスペクトを込めてすべての戦う相手の方には込めていつも戦っています、はい、ありがとうございます。 えー、そして、新ペタさんへの質問なんですけども、えー、昨日、えーはい、新アドレナリンそして KOKVS、OK、アドレナリンで、はいえー、優勝をして、はい、速攻でこの FSL なんですけども、はいえー、現在、本日の,その自分のモチベーションだったりとか、はいえー、今日のこの試合に対する意気込みだったりとか。 えー、対戦で今おっしゃったりドタマさんなんですけども、はいえー、今日は自分の中で勝つ確率は何パーセントでしょうか勝つ確率は単純に50%じゃないですか <laughs> <ー>勝つか負けるかしかないと思うので自信、はい、の方は自信自信ですか、まあ、この FSL っていうものに対してのなんだろうな <laughs> まだ全貌も分かってないしどこにこう自分のね 気持ちを持っていけばいいのかわからないですけど単純にあの楽しく自分でエキサイトできるラップバトルができれば一番いいのかなとなんか勝敗とかそういうことはなんか最近あまりそんなに意識してなくてまず熱中できたらいいなっていう感じですかねはいありがとうございますえー 対戦相手の印象、または、えー、対戦相手のバトルを普段見られてどう思うかどう評価しているかなどをお聞かかせ願願いいまますすでししょうかトトマさんお願いします質問が重複してど,どう思うか <laughs> あ、いや、でもそうですね、それこそ本当にもう20年ぐらいの付き合いなのでもう昔からずっと見ているので変わらないスタイルでやってらっしゃるなと思いますね。 で僕もそうなんですけど、やっぱりラッパーってオリジナリティがあってなんぼだと思うので、そこはすごい信頼のおける同業者、ラッパー、MC、マストオブセレモニーの先輩であり友人であり仲間だなといつも思いながら見てます、ね。はい。うん、ありがとうございます。続いてシルベータさんお願いします。はい。えー、っとまあドタマくんのバトルは一言で一言でっていうか、僕はもう普通にファンだし。 あみたいな MC バトルをできる人、ね、オリジナリティって言ってましたけど他にいないなと思うんですよね一番 MC バトルを見て僕もめちゃくちゃ見てるんですけど大爆笑率が一番高いのはドタマなんじゃないかなと思っててまあそのいい意味でもこうなんか人を笑わせられたりびっくりさせられるフリースタイルができるっていうのは僕はあんまりそういうタイプではないのですごく。 素晴らしいなぁと思ってますありがとうございますえお二人にとってえ自分にとってのフリースタイルバトルというのはどういった存在なのかまた現在のバトルシーンについて思うことなどあれば教えていただきたいと思いますあ、僕からですかドタさん<あ>お願いしますはい繰り返しになるんですけどまあ。 乱暴な言い方になるんですけどやっぱりフリースタイルバトルは売名だと思うんですよねラッパーにとって。でそれで知っていただいてライブや音源や楽曲やにこう入ってきていただけるとすごい嬉しいなというところでやらせてもらってるんですが結構自分の中で MC バトルのスタイルと音源のスタイルライブのスタイルがやっぱ乖離するちょ,ちょっと違う時期っていうのが多々ありましてでもここ最近。 ま年、あ、も取ってきたからだと思うんですけど結構自分でも器用になってきたのか、まあ、そこら辺のすり合わせもできるようになってきて何でしょう,こう、ライブ音源つまりアーティストドタマとフリースタイルバトラードタマの,この融合点みたいなのが自分でもお客様に見せられるようにはなってきたのかなと前も頑張ってたんですけどちょっとやっぱり。 いつ,い,ついつ脱しすぎる時があったので、両方が、あのやっぱそれはさっき新平さんも言ってましたけど、自分でも個性があるって自負してるからなんですけど、個性がありすぎて、ちょっとそれぞれのそれぞれのスタイルがバラバラになる時があったんですけど、でも最近はなんかこう、合致させられることが楽しいなと思えるようになってきましたねで、今回もこうやって大きなイベントに呼んでいただいて、本当にちょっと今から楽しみになっております、はい、ありがとうございます。 続いいて新平田さんお願いします、はいえーまあ、MC バトルは何なんですかねまあ本当はあってよかったなと思いますしヒップホップラップをやっててそれの僕にとって一番武器になってるのは間違いないし僕のことを知ってくれるもう大半の人が MC バトルから僕のことを知ってくれて、まあ、とても感謝してます。で今こういうふういふに、MC、バトルのね 大会がたくさんあって例えば埼玉スーパーアリーナとか武道館とか大きいところでできるようになってるのは素晴らしいなと単純に10年前では想像もつかなかったところまで行ってるんじゃないかなとであとはもっと我々もそのね側だけ大きくなってもしょうがないんでそれを戦ってるプレイヤーとかやってる人の。 ももっともっっっととと大きくななてていいいけたらいいのかなと思ってますあとはねこういう人前に立つというか人目につくようなイベントである程度僕も堂タマ君もそうですけど決まった人がチャンスをもらうことが多くてまあそれは頑張ってきたからなんでしょうけど、ね、もっともっと僕自身も見たことない子とか。 本当十代の子とか、そういう子たちが、ガンガン目立てるようなシーンになると、よりいいんじゃないかなと思います。ありがとうございます。えー、そして、本日、この対戦カードはですね、おっつが。戸田さん、二点八ゼロ。新平田さん、一点二ゼロと、新平田さん優勢、という、世間の声なんですけども。あと、うおつって何。おっつってなんですか <laughs>。ギャンブル、全然やらないから。<laughs> あ、いや、倍率でして、えー、要は。 倍率が高い方が負ける可能性があると、うん、あじゃあ僕はもう負ける想定でそうです、あの世間の声で言うと、戸田さんが勝つ確率が新平田君より3倍ぐらい少ないっていうて、今すごいがっつりやる気がなくなりましたね<う>、そこ,これを覆す,ありますやる気出すとこじゃない <laughs> 確かに、そうですね、じゃあそれを覆せるように頑張りたいと思います, <laughs> す。シンペーターさんんいかかがででしょうかけてるんですかねねこれは、ね そうですね。ビーベッド様でかけてんだって。はい、すごいすごい時代だよね。M.C. バトルそこまで来たか。いや裏でかけてましたけど、俺らも昔主催側とかで、ね、それがビーベッドでかけられて M.C. バトルをしなきゃいけないっていうのはなかなかリアルだよね。<laughs> すごいっすね。いやあ、ちょっと掛け率のパーセントがもらえるんですか。どうなんでしょう。どうなんでしょう。<laughs> まあそこはななんですよ、まだい今回あの判定もあの生配信でアプリの中で会場に来てるお客様ではなく、はい、そのアプリに会員登録しているお客様の判定というその場でその場でなりますので<ー>新しいスタイルだと思うんですけども、はい、いかがですかねこの FSL なんですけど他の MC バトル、まあ、それこそフリースタイルダンジョンも全部、うん この世に存在する MC バトルはもう多分お二方全部経験してると言っても過言ではないと思うんですけども<ー>この新しい形式を今あの味わっていかがでしょうまあもう皆さん運営さんの方が考えてると思うんですけれどやっぱドリームマッチがあの見たいしあとそさっきぺ平さんもおっしゃってましたけど若手の子がここでばって輝くのも見たいしそう自分自身がお客さんとしてここでいろんなすごいモニュメント的な出来事が今後の MC バトルシーンのランドマークになるようなことが。 起こったらすごい、嬉しいなと、なんか楽しみですね、自分も。はい、シンペラさんはいかがででししょう質問何でしたっけこの FSL という新しい体系の MC バトルには現在、至ってますけども、すごい MC バトルシーンにずっと貢献されて、全 MC バトルを経験してると思うんですけど、はい、この新しい体験をして、今のお気持ちはいかがでしょうとい,う、はい、いや、まだ全然分かってないんで。 これから徐々に育っていく育てていく感じなんじゃないですか FSL も全ての MC バトルがそうだったようにあのスタッフさんと我々演者で,でそれがねどういうふうになるのかかけごとになったりねそれを見てない人が判定を決めるっていう非常に新しいなと思うしそれで地方の人とかねなかなか会場に来れない人が。 自分も参加してるんだっていう気持ちになるんだったらそれはそれで素晴らしいんじゃないかなと思いますありがとうございます、えー、今回生配信で多くの人がこの配信を見ながら一般投票で勝敗が決まる今回のバトルですが、えー、この配信を見ているお客さんたちにメッセージ等あればお聞かせ願いたいと思いますメッセージ,メッセージ頑張ります <laughs> ありがとうございます新平田さんお願いします あの一生懸命やるんでぜひ楽しんでみてくださいありがとうございますありがとうございます記者会見は以上になりますそうしましたお二方立ち上がっていただきフェイストゥーフェイスをしていただきたいと思いますすみませんそうしましたもう一歩ずつ近づいていただいてよろしいでしょうか ありがとうございます。この後行われるバトルに先駆けて先行後行を決めるじゃんけんをこ,っちここでしていただきます。それではじゃんけんをお願いします。先行ドタマ、後行シンペータになります。以上でドタマ vs シンペータの記者会見を終わらせていただきます。ありがとうございました。